この度第18回アムールの秋映画祭日本シネマデイズ日本を代表する作品として、サンドウィッチマンさん の富澤監督が作られました、花嫁の手紙という作品が、決定いたしました。本日は、山谷プロデューサー様にお越しいただいております。プロデューサー山谷さん、今のお気持ちをお願いします。はい、よろしくお願いいたします。テレビの番組の企画で作った短編映画ではあるんですけれども、サンドウィッチマンさんの、コントというか、漫才ですけれども、大体6分ぐらいの漫才を26分ぐらいの作品にまとめましたので、いろいろストーリーをつなげて、どちらかというとコメディ映画になっているのかなというふうに思いますので、ぜひ、これがロシアの方にもたくさん笑っていただけるということであれば、監督の富澤君も気持ちいいのかなというふうに思いますので、ぜひとも多くの人に見ていただいて笑っていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。この花嫁の手紙、どんなところに工夫されて作品作られたんでしょうか。見どころを教えてください。はい、ズバリ、本来漫才で富澤君と伊達君がやっているサンドウィッチマンとしての、笑いの部分がほぼそこに網羅されていますので、漫才とかで見るのと違った笑い方になるんじゃないかなというふうに思っていますので、ストーリーの流れの中で感じる笑いと、それから本当に漫才とかコントっていうのは瞬発力で笑うものだと思うんですけれども、またそういった意味では違う笑い方ができるんじゃないかなっていうのが一つと、もう一つ、やっぱりせっかく映画ですので、笑いだけで終わりたくなかったので、最後はちょっとほろっと、大泣きはしないと思いますけれども、ちょっとほろっとくるように、ストーリーもそういうふうに、もちろん役者さんの演技も素晴らしかったんですけれども、そういう最後にほろっとするシーンがありますので、ぜひそこも見ていただきたいと思います。あと、サンドウィッチマンがすごい好きな方は、実は本編の中に、サンドウィッチマンのショートコントというのを、いくつか散りばめてあります。それがサンドウィッチマンさんがよくやってるショートコントなんだなというふうに分かって見る人もいると思いますので、それはちょっと楽しみとしてあるのかなと思いますので、いろんな形で笑いを楽しんでいただければなというふうに思います。ありがとうございます。ロシアの方々に日本のお笑いという文化が伝わってるっていうのは今まで なかったことなんじゃないかと思うんですよね。ですので、今回映画という形で富澤監督の笑いであったりとか人間性であったりとか、そういった素敵な部分がロシアの方に伝わったらいいなと思ってます。笑いって、あまり難しく考える必要はないと思うんですけど、実はいろんな笑いが世の中にはあって、僕らもバラエティの番組を作っている一人として気をつけていることですけど、やっぱりこう人を貶める笑いももちろんあって、人を差別する笑いもあって、そういった意味では笑いっていうのは実は非常に狂気になったりする時もある、非常に怖いものでもある中で、やっぱりサンドウィッチマンさんが持っている笑いっていうのは、よく言われますけども、人を傷つけない笑いであって、やっぱり本当に心底を楽しめる笑いだっていうふうに思ってますので、僕らもそういった笑いであれば、それはもう本当に、そんな大それたことまで考えてないかもしれないですけれども、国境を越えてね、多くの人が、心をほっとしながら笑ってもらえるんじゃないかなというふうには思いますので、ぜひこの笑いが、サンドウィッチマンさんの持っているその、彼らの持っている人格も含めていい笑いがロシアに伝わるんであれば、非常に僕も嬉しいですし、サンドウィッチマンも喜んでいるんじゃないかなというふうに思います。こんにちは。一般社団法人ユーラシア国際映画祭代表理事の増山玲奈です。私たちが取り組む日本映画を世界に伝えていくプログラム、この中でロシア の文化庁さんやアムール州政府さんと一緒に取り組んでいるプログラム、今年2年目になるんですけれども、その中で富澤武史監督の花嫁の手紙という作品をお届けさせていただくことになりました。
本日はこの、花嫁の手紙を取り組んでおられますあの山谷プロデューサーにお越しいただいております。よろしくお願いします。プロデューサー様、あの本当にあの今回、素晴らしい作品を託していただきまして、改めて感謝いたします。ありがとうございます。はい、あの今、世界中でコロナが広がったり、はい、皆さんに不安な気持ちが広がっている中で、ぜひ笑いと、うん、あの夢と温かい気持ちをこの作品と一緒にお届けできたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、あのこちらなんですけれども、はい、あの山谷プロデューサーが取り組んでおられるテレビ番組ですか。はい、あの北海道ローカル、まあ、北海道地域で見られる、まあ、北海道ローカルのバラエティ番組ですけれども、コンセプトはとっても簡単で、あの北海道の熱い人たちを応援する、サンドイッチマンに応援していただこうっていうコンセプトの番組なんですが、もう番組は7年目に入ってまして300回超えてますので、まあ、彼らももう北海道に月2回通ってもう7年になりますので、まあ、あの彼らはまあ北海道出身ではありませんけれども、まあそういった意味では北海道を、まあ、新鮮に、北海道に住んでいる人よりは新鮮に感じてもらえると思うので、まあ、いろんなところを連れ回して、いろんなところに、北海道実はなかなか広いので、あの本当に7年かかってもまだまだ行ってない地域がたくさんありますので、ぜひあのそういうところにいろいろ連れ回してですね、本人たちに、驚いたりびっくりしたり叫んでもらったりしようと、そういう番組です。はい、なるほど。今あの300回を超えるというふうにおっしゃっていたわけなんですけれども、この映画はこの、ホットサンド200回記念を、はいはい、あの祝って作られたということなんですが、あの撮影はいかがでしたか。はい、まあ、僕らはテレビ屋で映画屋ではないもんですから、なかなか映画ってどういうふうに撮ってって、まあ、テレビと全然違う撮り方なのかなっていうふうに、まあ、分からず映画を作ることになりましたけど、結果としてはやっぱり全然違ったなっていう印象がすごく強くて、やっぱりこうテレビの場合はどちらかっていうと、まあ、特にバラエティ番組の場合は、まあ、割と、まあ、台本もちろんありますけれども、そこからどん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 端に避けていったり跳ねていったり脇道に逸れていくところも含めてテレビなんですけれども、まあ、映画の場合は、まあ、ある種やはりアートな部分というそういう美学的なものも必要だと思いますので、まあ、絵作りっていう部分で、まあ、それぞれのこだわりがたくさんありますので、まあ、あの例えば撮影のカメラマンとかも言ってましたけれども、やっぱり一個一個の絵を丹念に切り返しも含めて撮っていくっていう世界が、まあ、僕らバラエティ作るとき別に雑に作ってるわけではないですけれども、やっぱりなかなか一個一個のワンシーンを丁寧に撮るっていう仕事をなかなかしたことが今まではなかったので、やっぱり映画を撮るっていうことの、まあ、その美学の作り方というか、まあ、見てる方により気持ちよくなってもらうためのなんか映像の作り方ってやっぱりいろいろあるんだなっていうと、逆に僕らテレビ屋として映画から非常に勉強させていただいたなというのが、多分スタッフみんなが感じたことなんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとその富澤君の、まあ、監督というか、まあ、彼の作品を映画化したっていうことになるので、まあ富澤君と、まあ、含めてサンドウィッチマンの世界っていうのはね、まあ、テレビで見るサンドウィッチマンの世界と、まあ、映画を通して見るサンドウィッチマンの世界というのは全然違うっていうことも、僕らはやっぱり撮りながら、あそういうことなんだ、そういうところを分かってもらわなきゃいけないんだっていうのはたくさんありましたので、まあ、それも含めて、まあ、あの僕もサンドウィッチマンもスタッフもみんな映画にいい勉強させてもらったなというのが印象です。ありがとうございます。あのこのサンドウィッチマンさんの、そして札幌テレビさんで作られた、花嫁の手紙、ロシアの方々にどんな風に受け取ってもらえるか、私もとても楽しみです。
あと日本の方々がこの作品を見ようと思った時に、あの今後8月になったら、あの配信でも見られるっていうことなんですが、はい、どうすれば作品をあの拝見することができるんでしょうか。はい、あのまあ動画の配信サービス、まあ、日本たくさんあの Hulu とか Netflix とか Amazon とかいろいろありますけれども、あの今回の花嫁の手紙ともう一つ短編映画で聞き込みという作品があるんですが、まあ、この2本についてはあの DTV の方で、8月以降、配信されますので、まあ、本当は映画館で見てほしいというのがあの一番の願いですけれども、まあ、なかなか、そうもいかない方もいらっしゃると思いますので、まあ、作品自体を味わっていただくためには、あのちょっとまあ DTV の見れるように加入はしなければいけませんけれども、はい、まあ、それを通して見ていただければなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。本日は、花嫁の手紙、山谷プロデューサーにお越しいただきました。ありがとうございました。よろしくお願いします。